はいどうも皆さんこんにちは。今回はデッドターゲットというゲームをプレイしていきたいと思います。このゲームはゾンビを銃でやっつけるゲームです。これまでデッドトリガー、ガンゾンビ、こういったゾンビを銃でやっつけるゲームやってきましたけども、こちらの方も、結構面白かったのでやっていきたいと思います。で、今のところミッション1からミッション4まで、ちょっとやってみたんですけども、今のところはそれほど難しいミッションには当たってません。で、ミッション5ちょっとやってみたいかなと思います。はい、難易度はもうミドルです。ミッション5の、目的、ここは地下鉄が通る中央駅、ゾンビが都市全体へ拡散していくのを止めなければならないというような、ミッション内容になってます。それでは早速プレイ。まだランク2なので、いろいろ、武器とかですね、アンロックできてないものがあります。で、課金要素も若干ありまして、新しい武器の購入だったり、武器のアップグレード、こういったものに、課金要素がありますね。はい、でグラフィックも結構これ綺麗なんですよね。まあ、デッドトリガー並みには結構綺麗かなと思います。で、操作性も非常にいいです。滑らかに操作できます。で、この画面の表示されている、各、ボタンですね、一部大体分かってます。右側にある銃の弾のボタンがですね、弾を発射するところでありますね。で、その右上が R って書かれているのがリロードで弾の補充ですね。ちなみにこの弾の補充は自動で弾がゼロになるとリロードしてくれますけども、やっぱり戦いを有利にするにはこまめに、なくなりそうになったらリロードすると。こっちからも来てる。ちょっと待って、殴られてる。あ、こっちから来てたんだ。画面の範囲が結構広いので、360度とまでは言わないですけど、大体180度、もしくは90度の画面の範囲がありますので、結構範囲は広いです。レイジっていうのが溜まったらこれ一気にいきますんで、一瞬で終わっちゃいますけど、レイジっていうのはあれですよね、必殺技みたいなもんで。で、画面の中には爆発するような今みたいなドラム缶が用意されてますので、アラート出ましたよ。やばい、あっちからもこっちからも来る。画面左側の、矢印ですね、右と左に向いてる矢印、これで画面の切り替えを。おっと、やばい、来てる、やばい、おなれ、死んじゃ、やばい、これやばい、近い、あーっと、これ購入して、ここに、はーい、メガキル。本来は今、やり直すところだと思うんですけどね。大丈夫？もういない？お、いる？いる？いない。よし。こんな感じの、ミッションでしたけども。意外にミッション5まで来ると、敵の数も増えてきてますね。で、クリアすると、こういった報酬がもらえます。で、お昇進しました。これで一等兵になったのかな？五丁になりました。次のラン、今は一等兵ですね。次が五丁になるということで、軍の階級みたいのが用意されてます。ゲームの中にはですね、この女性の方が出てくるんですけど、日本語がちょっと変なんですよ。例えば今回の
この字幕にはグレイト、まだ生きてると昇格、あなたを見て、私のキャプテン、私は新しいミッションであなたを助けるために戻っています。何言ってるかちょっとわかんないですよね。これ日本語の対応してるんですけど、対応しきれてないというような感じです。ただいろんな画面の、タッチして操作する部分は日本語対応してますので、そこでねちゃんとわかるんですけど、この女性の喋ってる言葉は何言ってるかちょっとわかんないです。正直、友達を招待、金を、金を獲得、戦争に勝ちます。でちょっと怖いですよね、こんなこと言われたら。これはちょっと楽しいポイントかもしれないです。冒頭からですね、ミッション1の始まりからこんな感じの日本語が、ね、使われてました。ちょっと吹き出しちゃいましたけども、はい。友達リスト、こんなのあるんですね。あ、Facebook を使うと、友達を招待したりして一緒に遊べるというような感じなんじゃないかなと思います。とりあえずここはスルーします。で、次のミッションですね、6行ってみたいかなと思います。ミッション6、医療班はこの病院に入り、生存者に処置するための機器を回収する必要がある。医療班が侵入するための道を作ってくれ。なるほど、警告出てます。毒液、毒の液を飛ばす、もしかしたらゾンビ出てくるかもしれないです。では行きますよ。この矢印はゾンビの方向を示す。そうですね、画面の中に表示されるゾンビのマークが、ゾンビがやってくる方向を分かります。 HP の数が多いと非常に強力なゾンビは長距離で攻撃することができます。なるほど、こんな遊び要素も用意されてました。じゃあ行きますよ。医療班は入ってこれるように道を作ってあげよう。例によってゾンビは音に反応する習性ありますから。おっと、すごいゾンビだ、これ上から降ってきてる。どうなんだこれ、新しいゾンビ出てくるのかな。あ、近いな結構。どうした、うわ、あ、ちょっと強いな、やばいやばいやばい、ちょっと強い。こんな1ミッション1から4ぐらいまでだったらほぼほぼ一撃でやっつけれたのに。やばいやばい、近い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 、やばいやばいやばい、こい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 、なんだ、凍った凍ったぞ、なんだこれ、今のうちやっつけろ。凍った、凍っといて大丈夫、おい、ダメだ、氷が溶けたら、うわわわわ、危ない危ない危ない、これダメだ、これダメだ、氷に、凍ってたからといって全然安心できない。うわぁ、結構硬いなぁ。ん？音が止まったぞ。うわぁ、すごい出てきてる。すごい。来るな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 、はい、早くリロード、リロード早く、あ、ちょっと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 、弾弾、あ、これやばいわ、ちょっと敵の数半端ないっす。ちょっと次囲まれたら手榴弾使うしかないわ。次囲まれたらこのレイジと手榴弾でちょっと切り抜けたい。爆弾、この下にある、この、来た来た、来い、おいー、メガキルしましたよ。お、アラート。ん？何？え、こっち近いとこから、ちょっとスポーンしないでくれるかな。怖いんだよ、マジで。やめてよ、これ近づくな。いや、もう、手榴弾とかこれ、数限りありますからね。残り4回。手榴弾ありますけど、なるべく温存して戦いたい。うわ、お、アチーブメントロック、
排除。いや、すごいな、敵が多いな。一応ミッション単位で、なんですか、弾とか全部補充されるんですけど。あ、これ新しいやつだな、これ。これ見たことない。このゾンビ見たことない。これ毒液出してくるやつかもね。毒液。毒液だわ、これ。これちょっと、これ、果敢にこのヘッドショット狙っていかんと。あ、足は遅い。幸いなことに。ただ、近づかれたらまずいかもしれない。次に近づいてくるかも。なんか飛ばしてくるかも。あ、大丈夫。来るな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 。やばい。あー、やっぱり飛ばしてきた。あべ、あべ、銃で応戦。あ、だ、やっぱりダメージ食らってる。あ、大丈夫？毒食らった？オッケー。ミッション完了です。はい。というわけで、ミッション、5と6ですね。やりました。まあ、ご覧いただいたように、かなり、熱い演出結構ありまして、ドキドキするような場面もあるので、楽しいかなと思います。それでは、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。See you!